6番目の演奏です。東海北陸ブロック代表、富山大学教育学部附属中学校です。それではまず VTR をご覧ください。富山大学教育学部附属中学校は来年創立50周年を迎えます。現在男女合わせて480人の生徒が学んでいます。クラブ活動は合唱部のほか、ソフトテニスやバスケットボールが盛んです。この中学校の特徴は学校全体で合唱に力を入れていることです。毎日授業が終わった後、どのクラスも合唱の練習をします。合唱部は部員数40人です。他のクラブや生徒会など掛け持ちで活動している部員も少なくありません。昼休みを利用して1日2時間の練習時間を確保します。自分たちの心をですね、聞いてくださる方々にこう伝えたいと、そういうことを中心にして、いい顔を作ったり、あるいは言葉の表情でこう伝えたり、そんなことを一生懸命こうやっております。歌の気持ちを考えてみたり、あるいはそうですね、いろんな振りをつけてみたりですね、そういうことでなんか伝えたいなと思いますね。はい。今年7月、ハンガリーで行われた国際合唱コンテストに参加し、特別賞を受賞しました。NHK 全国学校音楽コンクールでは10年連続して富山県代表となっている合唱部ですが、全国大会への出場は今回が初めてです。初めての全国大会なんですけど、とても緊張してるんですけど、だけどそれ以上にとても嬉しいです。やっぱり今まで出たことないから、これから頑張っていこうと思います。はい。全国大会出場の知らせを聞いて、合唱部の壮行会が全校を挙げて行われました。陸上部の健闘を祈って、賛成並びます。全校生徒の応援を受け、日頃の練習の成果を 100% 発揮したいと思っています。Thank you.
富山大学附属中学校の課題曲でした。